7番の川本を迎えています。やはり右バッターからするとあのボールというのは見極め非常に難しいボールなんですね。レフトの前落ちました。逆方向へのバッティング、ワンアウトランナー二塁一塁です。このバッティングはいかがでしょうか。もう本当に引きつけて反対方向に理想的なバッティングですよね、はい、しっかり見てますよね、ボールを、やはりセンターから逆方向といういいバッティングを見せました。追い込まれてバットを立てています。一塁ランナースタート、打ち上げました、浅いフライだ、どうか、落ちます。西川は二塁ストップ、川本はレフト前ヒット。このイニングは両サイドに低めにボールが来てますね、はい、ショートの右破っていきました。先頭バッターが出ました。川本今大会3本目のヒットです。ノーアウトランナー1塁。この変化球山下さんちょっと高く浮きましたか。ちょっと高かったですね、だけど、まあ、近江打線はですねセンターを中心にシャープにこう振ってきます。どうか、落ちます。二塁ランナーは三塁ストップ。チャンス拡大つなぎました。7番の川本、高めのストレートでした。そうですね、まあ、威力もあるとは思うんですけれども、やはり力負けしませんね、手首が柔らかいですよね、はい、キャッチャー、ワンアウトランナー一塁三塁。2回戦準々決勝とリリーフで登板、力投型の右腕というこの金田に対する近江打線。フルカウント、抜いたボールよく合わせました。右中間落ちています。一気に二塁へ、ワンアウトランナー二塁、同点のランナーが二塁まで行きました近江高校です。さあ高島さん、今のバッティングいかがでしょうか。うまく拾いましたよ。難しいボールでしたかね、はい、今、はい、最後まで見てましたからね、はい。さあそして一気に二塁まで行ってワンアウトランナー二塁、同点のランナーが二塁まで行きました。浦和学院のこの金田も打っては3安打、そして投げてはこの近江をピンチを招きながらも抑えるという投球光っています。逆方向レフトの前落ちました。ヒットサヨナラのランナーが二塁まで行きました。ワンアウトランナー一塁二塁、7番の川本がつないでいます。キャッチャー大橋くん、いや高島さん逆方向徹底してますね、はいはい、こういう力をするとねヒットが出ますからね、はい、はい、まあ、もちろん大阪桐蔭のナインもここまで支えてくれた家族仲間のため、まあ、そういう思いも持ちながらこの決勝戦を戦っています。まあ、両チームのナインがいろんな人への思いを持ってぶつかっていくこの決勝戦。前田がここまで素晴らしいピッチング、1安打無失点に抑えています。さあなんとか突破口を開けるか。6番の川本バッターボックス、さあ赤星さん、まずは先頭バッターですよね。そうですね、出したいですよね、先頭バッターね。今カウントも3ボール1ストライクまで行ったんでね、ここからなんとか、はい、粘って出たいですよね、好調川本粘っています。まあ、これまでは7番を打っていた川本なんですが、今日は打順が一つ上がりました。あ、これもファウルです。次が9球目になります。粘ります。
いや赤星さん本当にいい粘りを見せていますね。そうですね、まあ、だからやっぱりそんな簡単にね前田君がこうはっきり分かるボール球を投げてくれないんでね、はい、なんとかしつこくいきたいですよね。あベースに当たった、バウンド変わった、出ました、チーム2本目のヒット、先頭バッター出ました、ノーアウトランナー1塁。粘って粘って11球目、わずかにベースに当たりました、ノーアウトランナー1塁です。そして清谷初球送りバント、送りバント成功、ワンアウトランナー2塁です。いや高島さん、ここも多賀監督は6点ビハインド、はい、送りバントできましたね、まあ、確実に1点欲しいですよね、はいはい、1点取らないと2点目もないですからね、セカンドキャプテンの足元、あっとグラブの下抜けていった、2塁ランナーホームに帰ってきた、1点を返しました、ピッチャー星野、記録はセカンド星子のエラーです。ですが1点を返しました。いや高島さん、はい、真ん中の変化球でしょうか。そうですね、しっかり振り切りました。そしてこの星子ですけれども、高島さん、ちょっとバウンド変わりましたか。変わりましたね、はい、変わりました、はい、グラブの下を抜けていきました。